オヨナは、フランス、オーベルニュローヌアルプ地域圏、アンケンのコミューン、アンケン北部、ビュージェサンチ北端に位置する。反大陸性気候で、寒い冬と温暖な夏がある。降雨は、大半が、夏季に集中する。オヨナとは、ローマ人の言葉で、オヨナクソス、羊の半島を意味する。数世紀にわたって、農村だったオヨナは、17世紀から手工業。 19世紀からは産業に引き付けられた外国人がやってきて急速に発展した。1850年当時ヨーロッパの至るところへ製品を売る会社が数社あった。このご村から町へ、そして都市へ成長した。19世紀後半からプラスチック、セルロイド製造業が盛んになった。第二次世界大戦中のオヨナは名だたる出来事の舞台となった。近郊に ドイツ軍がいるというのに、1943年11月11日、牧野の部隊が連合国軍に協力するため、オヨナの通りを更新したのである。この行為のため、オヨナは戦後にレジスタンス勲章を授かっている。1950年代以降、倍増する人口に対して、新築と住宅建設がついていかず、コミューン全体として住宅価格が高い。 これは、ジュラ山脈や標高1000メートルの森林地帯、ジュナン湖に囲まれている立地条件のため土地が少ないことが挙げられる。ありがとうございます。